様子に車突っ込む逮捕の39年男覚えていない逃走中にタクシーと衝突し運転手けが39歳男を現行犯逮捕1月11日深夜視聴者のカメラが39歳の男が警察に連行される様子を捉えた警察に連行された男は神戸市に住む無職村山太一容疑者39歳 車でハンバーガー店に突っ込み逃走した後、タクシーに衝突し運転手に怪我をさせたとして、過失運転致傷の現行犯で逮捕された、モスバーガーに車で突っ込み逃走。最初の現場は、大阪市淀川区、新幹線が通る JRC 大阪駅から南に北駅の場所にあるモスバーガーの店舗だ。1月11日午後11時半頃、店員から車が店に接触した。 と通報があった、店の窓ガラスは大きく破損し、その下にあるブロックは一部が粉々になっている。通報を受けて警察が駆けつけたところ、すでに車は逃走していた。しかし、約10分後に現場に戻ってきたため、警察が運転していた男に職務質問しようとすると再び逃走、店に突っ込んだことは、覚えていない。 店に衝突した車は現場から立ち去りましたが、ここから400メートルほど離れた場所で確保されました。パトカーに追跡された車は、現場から約400メートル離れた場所でタクシーとぶつかって止まり、村山容疑者は、現行犯逮捕された、タクシーの男性運転手が、首を捻挫する軽傷を負った一方、最初に車が突っ込んだ店に怪我人はいなかった。 調べに対し村山容疑者は、タクシーとぶつかったことは間違いないが、その他のことは覚えていない、と供述していて、警察は逃げた経緯などについて調べている。